大沢健一は、日本の指揮者、チューバ奏者、編曲家、吹奏楽分野で活動、東京都新宿区出身。玉川学園を経て、国立音楽大学卒業。国立音楽大学で、チューバ、編曲、気楽指導法を学ぶ。国立音楽大学3年生より、東京シティフィルハーモニック還元楽団チューバ奏者となり、竹岡賞を受賞して卒業。 各プロオーケストラで演奏活動、東京高生ウィンドオーケストラにて、景観指揮者、フレデリック・フェネルと共演したことが気になり、指揮者として活動。指揮法を高品正光、クルトレーデル、フレデリック・フェネル、湯浅ージに指示。2005年より、国立音楽大学のウィンドアンサンブル研究会の常任指揮者として定期演奏会を指揮。 様々なソリストと共演をしている。2006年国立音楽大学の国立、ウィンズ台湾演奏旅行で指揮者を務め、カヨシシ国際音楽祭など3都市で公演。2007年より、ハーツウィンズ指揮者。2012年より、同学団音楽監督。定期演奏会では、吹奏楽の貴重な作品を毎回取り上げている。国立音楽大学。 東方学園短期大学講師。日本吹奏楽指導者協会会員。日本神田、吹奏楽学会会員。レパートリーは古典音楽から現代音楽、ポップミュージック、映画音楽、ジャズと幅広く、感覚合奏曲の研究と演奏を主に、グスターブ・ホルスト、ボーン・ウィリアムズ、パーシー・グレインジャーなど、英国音楽や、金田里志や星名用など、 法人作曲家の作品の紹介に力を注いでいる。また、2011年青山学院大学にて開催されたグレインジャー音楽祭では指揮をしている。ありがとうございます。